株式会社さんのブースにお邪魔しています。岡崎社長です。よろしくお願いします。お願いします。さてさて、まずこちらの会社どんな会社なんでしょう。はい、メッキの専業者になってまして、メッキっていうのはですね、全国各都道府県、市町村にほぼほぼ1社ぐらいはあるような業態になってまして、ただ、そういう商売っていうのはですね、なかなか今後、伸びていかないだろうという予測のもと、今回こういった特殊なメッキを来場者にアピールしたいという思いでこのような形になっています。どういった技術をご紹介したいですか。そうですね、やはり同業者がやってないものをアピールしないといけないというところもありまして、こちらがですね、ステンレスの内面だけに銀メッキするという部分メッキなんですね。これはもう始めて35年ぐらい経ちますけども、それの応用でこういったダイヤモンドをメッキで固着させるという技術に参入してまして、こちらも部分メッキになってまして、税制材料と呼ばれるもの、要するにガラス系のものを加工するときにこういった工具を使います。メッキ専業者でこのダイヤモンドを扱う業者がですね、当社しかなくてですね。そうなんですね。はい、で競合するところがですね、大手の工具メーカーさんになってます。で大手の工具さんとの差別化を図るためにですね、ダイヤモンドの流径といいまして、大きさもですね、7ミリから 0.25 ミクロンのサイズまで取り揃えてるんです。大手さんがやらないことをやらないと差別化が図れないということで、こういう方に行ってると。でその細かいものをやれるっていう応用編として、こういう医療器具の方に進んでいってるような形です。医療器具まで、はい、こちらの D2C の自社商品っていうのも今やってまして、こちらは爪やすりになってます。触ってみてください。あら軽い。ダイヤモンドなんで一生減らないので。ダイヤモンドは強いですもんね。そうです。こういったものもされてるんですね。はい、でこの医療器具の技術を利用して、こういう毛抜きも今作ってる。実際にこうやってみることができるんでしょうか。じゃこれがついてないバージョンですね。つまんでいただいて、こう滑るわけですね。滑りますね。これをダイヤモンド付きのもので、はい、っていうグリップ力がすごい、しっかり捉えてますね。そうなんですよ。これがこんなに違うんですね。全然違うんですね。もともとはこういう削ったりする道具だったんですけど、視点を変えてこう滑り止めっていう方にシフトしていってるような状況になります。なるほど。これから一体こうどんな広がりがあるんでしょう。そうですね、この技術をですね、国内だけじゃなくて、海外の方にも広げていければより、面白さが広がるんじゃないかなというふうに思ってます。なるほど。先ほどね、医療器具という話もありましたね。そういったところもやっぱり。そうですね、今脳外科、小児心臓外科、その辺が主力なんですけども、いろんな場所に採用されればなおいいですし、医療大国であるアメリカの方にもどんどん出していきたいという思いがありまして、そちらも今やり取りはしてるんですけども、そちらの方でまた新たな活路を言い出せればなというふうに。私も本当に楽しみにしております。わかりました。今日はありがとうございました。ありがとうございます。